私はね、今日はね JAL の6便に来ていました。でお客さんはね、自分の自家用車で来てましたんでね、あの私は荷物を運んでいます今日はね。そのため動画が撮れます。現在ね12時、日曜日の12時になったところです。気温は28度あります。これからねプリンストン、ニュージャージーまで行きますけども、これからだいたい1時間、まあ、45分ぐらいですかね、こちらから、まあ、車も混んでますんでね時間かかります。ベラザのナロー橋渡りましてね、ずっと今度スタッテン島を抜けて今度 I-95 入ります。まあ、今日も雲が、入道雲出てますよね。はい、ちょうどね正面ねベラザのナローが見えてきました。若干ねバンがいるんで見にくいですけど、もう走っていきます。橋の上は渋滞してるのかな、見えないですねまだね。スタッテン島から、ブルックリンにかけての方は動いてるように見えます。反対側どうなのかな、こちら側からブルックリンからスタッテン島行く方ね、混んでますかね、ちょっと見えますね上の方ね。混んでるけど止まってるんではないですね、動いてますね。仕方ない、ここまで来たらね。
走るとね、今度ね、橋をもう一度渡って、今度ニュージャージーターンパイプかな、入ります。そのニューヨークシティマラソンはね、この先のところでね、スタートを切るわけですね。で、反対、今私が走ってる方向から逆向きに走っていくんですね。こちらの、車線ですね。2層使うかな。しかもあの1回もローもありますから、ローアーもありますから、ローアーとアッパー分かれてね、マラソンの時も出発しますよね。
スを抜けていくような感じですかね。トレントンのところです。
見えますけどね、夜は真っ暗ですよね。ライトがないですよね。一灯のライトがありません。ヘッドライトを頼るの。133、ニュージャージー33もしくは133通ります。ステーションリバティですね。昨日はね、ニュージャージーのハワスっていうところの近くにいたんですけども、デルタというねガソリンスタンドだったんですが、正面はリバティだと思います。見えないですけどね、 LI リバティになってるはずですね、多分。目的地まであとね10分、ようやく来ました。飛行場出てから